続いてのプログラムはパネルディスカッション生命科学の未来を予想するデータベースはもういらなくなるってことになります。オーガナイザーは富山国際大学学長で NBDC ・ N B ライフサイエンスデータベース特別主幹の高木,高木俊久が務めます。続いてパネリストの皆様をご紹介いたします。 オムロンサイニック X 株式会社リサーチバイスプレジデント牛久義孝先生続いて理化学研究所生命機能科学研究センターチームリーダーで東京科学大学総合研究院難治疾患研究所教授の二階堂糸先生続いて情報システム研究機構 国立遺伝学研究所准教授、森博先生。続いて、東京科学大学情報理工学院准教授、大上正人先生。最後に、千葉大学国際高等研究機関大学院医学研究院、テニュアトラック准教授。千葉大学データサイエンスコア副ディレクター。 大田達郎先生以上5名の先生生以上名の方ですパネルディスカッションでは質疑応答の時間を設けますのでご質問のある方はウェブサービススライドよりご投稿くださいご案内資料またはスクリーン YouTube 画面に記載された u r l 二次元コードより入出いただきアクセスコードを入力して質問を投稿してください 時間の関係で、すべての質問にお答えできないかもしれませんが、ご了承ください。それでは、ここからは、オーガナイザーの高木特別主管が進行いたします。高木先生、よろしくお願いいたします。えっと、今、ご紹介いただきました高木でございます。<laughs> えっと、これから、生命科学の未来を予想するというタイトルのですね、パネルディスカッションを始めます。 私自身もあんまり人生の未来がない人間がですね、あの生命科学の未来を論じて司会をしてどうなるんだってこともあるんですけども、逆にまあ未来がないので気楽にどうなろうとまあ気にしないでいいかなということで、あの視界を務めます。よろしくお願いいたします。それであの今回の統合の日シンポジウム全体のテーマがですね、AI プラスロボティックスプラスデータベースが変える。 生命科学についてということになっておりますので、まあ、それを受けまして、えーっとまあ、生命科学の未来がどうなるのかということをこれからあのディスカッションしていこうと思っていますそれで、えっと、まず最初にですねそこにありますように五人の、えっと、5人の方からですね話題提供1人5分ずつ。 していただいてそれを踏まえまして前半では生命科学の未来、まあ、その中でもここにいらっしゃる大部分は、まあ、バイオインフォマティクス関係だと思いますけれどもバイオインフォの未来ということをお話し議論してその後後半部で NBDC この会主催しておりますので少しデータベースに焦点を当ててデータベースの未来とかあるべき姿というようなことを議論していきたいと思っています。 前半、後半と書いてますけど、同じような時間を使うというよりは、前半多分6、7割、7、8割使って、最後の2割程度でデータベースの話をしたいと思います。で、私があの司会進行にあたって考えていることは、まあ、できるだけ過激にやった方が面白いなということで、そういうふうに考えておりますので、少々あのなんか気分を害される人がいるかもしれませんが、お許しいただければと思います。それからあの特にあの 多分議論をまとめようと思ってもまとまらないこともありますが特にあの最後データベースは大事だねというようなまとめ方はしませんのでひょっとすると,、えー、とデータベースがいらないという話になった、まあ、それはちょっと困るんですけど、まあ、それはそれで仕方がないなと思っております、えー、それでじゃあ前半部だけ簡単にあれですけども、えー、とどんなことを私なりに考えてるかっていうと、まあ、今ご紹介したように生命科学どうなっていくのか より具体的にはその研究プロセスのどこがどう変わるのかあるいは研究プロセスそのものが変わるという話ももちろんあると思いますけれどもデータベースはそのどこに貢献することが期待されているのかとそれからそういうような時代にあって研究者の仕事というのはどう変わるのかもっと言うと研究者失業してしまうのというようなこれからの研究者に求められる専門性は何かそれから今バイオインフォマティクスというのは非常に大事だと言われておりますし その人材も非常にニーズが高いわけですけれどもいらなくなるのかなとかですねどんな仕事になるのかなっていうことはありますでそういうことを踏まえて、えーまあ、未来に向けてどんなことを解決していかないといけないのかなというのを前半部で話しできればと思っていますで後半部はですねそのデータベースに少し焦点を当てましてデータベースと AI データベースとロボティックスそれ現在どういう関係性にあってそれが今後どう変わっていくのかと。 それからデータベースに求められるものは今後利用者っていった場合に今は研究者を想定されているわけですけども AI なのかロボットなのかってこともあるでしょうしじゃあデータベースを作る人は誰なのっていうバイオンインファティシャンなのかあのデータなのかそれとも AI が作ってくれるのかですねロボットのデータをそのまま流し込めばデータベースができるのかというような議論もあろうかと思います。そその中でデーータベースがが仮に重要だととするとそれは量が 量の面で重要なのか質が大事なのかあるいはもっとその統合化されたような知識みたいなものが求められるのかですね今の話の繰り返しになりますけど一次データベース二次データベース統合データベースの在り方はと。 でこういうものを踏まえて、今後、データベースにどういうようなものが求められ、そのために、これからどういう技術を開発していかないといけないのかなと、まあ、こういうようなことを私、頭の中で考えておりますので、皆さん、多分これにこだわらずに、多分喋っていただけると思うんですが、まあ、そういうことを踏まえて、残りの時間はディスカッションしていきたいと思います。ちょっと長くなりました。それでは、順番にこちらから、宿先生、お願いします。 はいということでオムロンサイニック X 株式会社の牛久義隆でございます AI ロボット駆動科学に OXX における挑戦というタイトルで話題提供させていただきますまず私はですねなんでトップバッターになっているかというと多分この統合の日のこのシンポジウムに一番関係のない人間だからでございますで私自身はですね右上にあるように画像 このセンシングデータから人の言葉テキストに変換するような AI の研究を10年以上やってきている人間でございます。まあ場合によっては例えば逆にテキストからこういったビジュアルなデータに変換するとかそういったようないわゆるビジョンランゲージと呼ばれる研究を AI の分野でやってきた人間でございます。 でもう一つ自己紹介しないといけないのが会社名でございまして何しろです、ね、オムロンサイニック X の牛久ですというふうに言った後にあオムロンサイニックスの牛久さんなんですねみたいな感じになるので少しこの会社のご紹介もさせてくださいこれオムロン血圧系等で有名な会社だと自負しているんですがの研究所子会社でございますで主にロボティクスであるとか AI であるとか、またヒューマン・コンピュータ・インタラクションといった研究をしているところでございまして、東京にあります、オムロンは京都の会社なんですけど、我々東京で20人ぐらいしかいない、こじんまりとした研究所でございまして、あの 親元の監視の目を離れてのびのびと研究をしているとそういう人間どもでございますと、で OSX 略してよく OSX と呼ぶんですがの周辺ではこういった AI やロボットによって科学の研究プロセスを加速する自立化するというプロジェクトが複数走っております 例えば、オムロンサイニック X では JST 未来社会創造事業ということで高橋光一先生が講演されましたが、別のプロジェクトとして東京大学の長藤先生を代表として無機化学を加速する、そういったような研究プロジェクトをやっております。また JST ムーンショットでは私がプロジェクトマネージャーを務めて有機化学の AI ロボット駆動を進めております。また、 えー、高橋さんいや、実は二階堂さんも参画されているトリップエジス、理研で始まっておりますが、こちらには客員の研究員として、私や数名の研究員が参加しておりまして、生命科学やマテリアルズの研究の自動化、加速を目指していきたいと。さらに、主ロサイニック X に在籍している熊谷という機械学習の研究者がいるんですけれども、機械学習によって機械学習の研究を加速する。そう魚 AI に AI サイエンティストっていって先に論文出されてぐぬぬと悔しがっている人間などが弊社におるわけでございますでさらにですねムーンの少し説明させていただくと実世界で仮説を生成する AI のグループとあとそれを自動実験するグループというところがぐるぐるループを何回も回していこうと思っておりましてで実際にその中で GPT 等の基盤モデルを活用するのみならずこれを 自立駆動の実験そして科学の発展のためにアップデートしていきましょうということを考えていますで最近の結果を少しかいつまんでお話しすると例えば人の言葉でロボットに指示を与えてその通りに動かすロボットですとかまたその応用先として実際にサブミリグラム精度で資料を測り取ってですねでそれを混ぜるといったようなロボットの研究やあとよく AI で えー、アイザック・ニュートンを再現するんですって言ってるんですけどリンゴの木からリンゴが落ちる様子を見て y イコールマイナス2分の 1GT 二乗という数式を思いついたニュートンの代わりにその t と y え時刻 t とリンゴの高さ y のテーブルデータを与えたら同じように y コール2分の1 t 1乗と ai が出力できるかといった研究でしたりまあ無機化学の研究が一番先行しておりますのでその無機化学一番大事なのは結晶構造結晶構造の生成であったりある結晶構造を与えられた時にそれの物性を推定するような研究などを行っておりますで最後に いくつか宣伝させてください。午前 いらっしゃってた方はもう既に見たって話になるんですけど、10月28日に東京大学の中で AI ロボット駆動科学研究会を行います。高橋さんも私も、そして他にムーンショットや GST 未来、他代表されている方々、共同で開催をしているところになりますので、そういったような周辺分野のお話、たくさん出ております。ぜひご興味ある方はご参加くださいで。我々の研究所、我々の研究所って今言ったとき、オムロンとリケンと入ってるんですけど、のところでは リサーチャーを絶賛募集中ですリサーーチャーとしてご興味ある方はお越しくださいあとムーンショットのスピンアウトとして今月から企業を始めたばっかりなのでベンチャーなんか興味ある AI ロボット駆動科学でビジネス興味あるという方はぜひお越しください以上ですはいありがとうございましたそれでは続いて二階堂さんお願いしますこんにちは二階堂です えと私はあのオミックス研究をしている研究者で主に私自身はバイオマティクス専門なんですけどラボとしては DNA C 検査を使った実験技術の開発などもあのラボの中でやっています。で、えー、と私が担当するのは、まあ、オミックスで、まあ、どういうあの AI の研究が進んでいるかっていうことの、まあ、ちょっと現在地を確認して、まあ、私がそ,、まあ、その現在地からどういう方向に向かおうとしているのか。 ととといいううことをちょっとあのお話ししようかなと思いますで、えー、と基盤モデルファンデーションモデルっていうのはまあ最近あの言われていますけどもこれはあのゲノミクスとすごい相性がいいなっていうふうに個人的に思ってます。えー、と今の,そのゲノミクス何やってるかっていうと一つの検体にとにかくいろんなあのオミックスマルチオミックス解析をして、まあ、その情報を統合して薬を作ったり、えー、と診断のマーカーを取ったりさまざ、あ、まなタスクに。 利用ししよううとということをしているわけですで基盤モデルっていうのはあの、まあ、大規模なデータを大規模な、えー、とパラメータを持つ AI で学習すると、まあ、そうするとこの AI が1個あると、まあ、いろんなタスクがこなせますよっていうものを基盤モデルと呼ぼうという人が出てきましたでこれ右と左すごくそっくりだなって僕はいつも思うんですけどマルチオミックスのデータをなんか一つの AI に聞くと何でもやってくれるっていう。 まあこういうものをバイオムテックスっていうのは期待されてるのかなと思いますなので必ずその基盤モデルっていうのがこのゲノミクスで使われていくんじゃないかと思ってます。で具体的に今いくつかのものが出てきてますけどどういうアーキテクチャをしてるかっていうととにかくパブリックなデータを あのゲノミクスの世界はどんどんあのオープンデータといってデータをあの公開してきたわけです。でここにいる皆さんもあのいろいろなデータベース作ってるわけですけどもさまざまな、えー、とゲノムのシーケンスそのものや、えー、とチップセックとか RN セックのような、えー、とトラックデータと言われてるものですねゲノムの座標のどこにどういうものがあるかっていうのを示すようなデータあるいは RN シーケンスのマトリックスのような、えー、と行列データ、まあ、こういったものが インターネットにににいいっぱいあるのでこれを AI にとにかく覚えさせるとでそうすると,、えー、とユーザーは、まあ、何かこの AI に聞くとトラックデータを手に入れたりマ、えーまあ、トリックスを手に入れたりすることができるので、まあ、こういったものにバイオイファミティクスの解析を、えー、と自分で計測したと思い込んで、えー、と解析すると、まあ、いろいろなことができますよと、まあ、こういうものがあのいくつか登場してきています。 でえー、と実際に基盤モデルなのでこの AI1 個でいろんなことができるよということが示されてるんですけど例えば、えー、とスプライスサイトの予測なんかは、えー、とそういった専門のバイオマティックスのツールを超える性能が出たりしてます、まあ、エピジェネティックのところとかシングルセルの、えー、とセルタイピングとかクラスタリングのタスクで、えー、と他の専門のソフトをやっつけてると。なののので個別のバイオマティックスの アルゴリズムの研究が今後意味がなくなってくる可能性があるという、まあ、非常にあの危機感も覚えるんですが、まあ、例えば右側、えー、とこれネイチャージェ e ティクスに論文出たんですけども、えー、と個々人の、えー、と遺伝子発現がその基盤モデルで、えー、と個人の差が予測できるかっていうのを調べたんですけど実測値と予測値っていうのは相関係数ゼロで、まあ、ほぼ予測できてないと。なので何か良さそうなんだけどんん まだ実務的に使えるレベルじゃないかもしれないっていう、まあ、こういう状態で、まあ、これが何で起きるのかっていうことなんですけど基盤、まあ、モデルがやばいって言われている理由はとにかくたくさんデータをえーと見ると性能がどんどん上がっていくで全然できなかったタスクが急にできるようになると、まあ、そういった性質が知られていたり、まあ、データの質をえと上げていくと量を上げるよりも速い速度で賢くなっていくということが分かっていたり。 これはちょっと GTP2 の論文から取ってきてものですけどもデータの種類ですねいろんな幅幅広いデータを学習させるとさまざまなその常識を獲得して新しいタスクに対して対応できるとそういった性質が分かっているので。 とにかくいっぱいデータを持っていてそれを取るためのお金を持っていてそれを計算できる GPU を持っている人が勝つっていうまあそういう世界観になりかねないという状態です。でさらにえと言語に関してはデータの枯渇っていうことが言われてきていてえと論文やえーとソースコードのような高品質の言語データはもはや人間が生成するよりも AI がえと学習する速度の方が速いっていう状況になってきています。 でゲノムはどうなのかっていうことなんですけどもシーケンサーは最近あんまりあの性能伸びてなくて、まあ、一時期は指数的にデータを増えてたんですけど今はあの線形に見えると、まあ、これ統計取った人によって違うんですけどあとはそのスケーリングローがあるかってことなんですけど実際そのデータを増やしていくと性能めちゃめちゃ良くなってるように見える。 であとそのデータがあの非常に偏った遺伝子でしか研究されてないということも分かっていたりあのいろいろな、えー、と経済安全保障やあのいろいろなあの情報を、えーとまあ、誰が、えー、と活用するかっていうことに関してあのデータをクローズにしていこうっていう、まあ、流れが出てきて、まあ、たくさんデータをこう持つことが重要になってきていると。 まあ、AI が見たことないデータをどんどんあの集めていく必要があって、まあ、今その GPU をどうやって買うかってことに話は集中してるんですけどもこのたくさんのデータをあの計測したりそれをしっかりデータベースとしてマネージして、えー、と AI に見せれるような状態にこう格納するっていうのが今後のライフサイエンスあるいはデータベース研究にとって非常に重要なんじゃないかなっていうふうに考えています。まあ、そ,のそれもあって先ほど出た 理研ではえっ、ー、とパブリックなデータベースの100倍を超えるぐらいのデータを集めようそして AI を賢くしていこうというようなプロジェクトを始めているということになります以上ですはいありがとうございましたじゃあ次森さんお願いしますあ、いい連携の森ですよろしくお願いします 私のの方かかららは主にデーータベース開発者の視点とといい話題提供できればと考えておおりまますすよろしくお願いしく願私自身は微生物特に幻覚生物のゲネム解析であったりいろんな環境のメタゲネム解析、まあ、非常に雑多な配列データが出てくるデータからさまざまな微生物の機能だったり系統等を推定するような技術ですけれどもその情報解析および一部実験の部分をやっている人間となっております。 なので基本的にはバイオヒイマティシャンですね。で、メタゲネム解析についてはもうあの皆さんにご説明する必要もないくらい進展してる、あのですで、ね、に浸透している技術かと思うんですけれども、いろんな環境から微生物群集由来の DNA を取ってきて、それらの配列を読むことによって、まあ、バーチャルであるんですけれども、ゲネム配列をこの図札の配列から組み上げてあげて、そのバーチャルのゲネム配列を使っていろんな解析をしていくっていうような技術になってきております。で、それらの いわゆるバーチャルなゲノム配列というのをマグメダゲノムアセンブルドゲノムといって非常に今重要視されているんですけれどもそれと同時に単期菌のゲノム昔ながらのゲノム解読の結果というのも合わせて統合したデッのデータベースマイクロバイオのデータハブというのを JSTNBDC の統合化推進プログラムの予算的サポートのもと構築をしておりますでこのデータベースもちろんコアとなるのは DNA の延期配列ゲノム配列が 一つのコアですけれどももう一つのコアとしては環境情報になりますどういう微生物がどういう環境からど情報から取ったのか人の腸内から取ったのかそれとも皆さんの PC の上から取ったのかなど非常に雑多な環境情報が紐付づける必要がありますけどそれらのソースになるのは一つは論文また論文のサプリメンタリー情報およびいろんな サンプルのメタデータがデータベース化されているバイオサンプルだったりバイオプロジェクトというデータベースがありますのでこれらの3つが大きなソースになってきますただそれらの中のデータというのは基本的には構造化されていませんので自然言語情報を何とかしてそこからきれにデータを取ってくる必要があるんですけどもそれが今まではなかなか難しかったわけですで我々も専門のキュレーターの方を雇ってもう何年間も論文から情報を抽出するっていうことを行っていただいておりました とはいえ、ここの1、2年で LLM を用いてこれが効率化できるんじゃないかということで我々の中でもそれらのツール等を開発してデータを抽出をしてきています。それがこの e n v e r s というツールでして来週にバイオアーカイブに論文が出せそうだという感じになってきているのでそのタイミングで GitHub でコードも公開する予定ですけれども内部でやっていることとしては Python のスクリプトおよび ChatGPT の API をかなり平ーに使っています。 でもう公共のデータベースに公共のパブリンセントラに入っているさまざまなメタゲネム関連の論文を XM 形式で落としてきてあげてそこの中の文字列情報というのを ChatGPT API で加わせてあげてその論文がどういうトピックを扱っているかというのをサマライゼーションをしたりあとはそこから環境情報各サンプルの環境情報などというのを JSON 形式で出力したりをしています。さらに各メタタデータの なぜそのメタデータが環境情報とこの LLM は JATGP で判断したのかということの説明も同時に付与させた後にそれらの論文も,もちろん論文ごとにいろんなデータがあってそれらが名寄せができてないのでそれらを名寄せするようなツールも作っていますこの辺りはちょっと時間がないので飛ばしますけれどもそうしてあげるとまあ2万数千の論文というのがどういう実験条件だったりどういう環境由来のデータなのかというのが まあ網羅的に一つのこういうような二次元プロットで見れるようになって各点が論文になってそれぞれいろんな実験条件だったり環境情報などが付加されて見れるようになってくるというようなことができてきていますしたがってまあ科学のサイエンスライフサイエンスに限らないですけれども論文出版の文化があって大量に論文が蓄積されているということは共通しているかと思います。 でそこから今まで、まあ、データベース開発者としてはどうやって情報をちゃんと抽出してデータベースに反映するかというのが課題となってきたわけなんですけどもそれがここ12年で LLM 技術だったり生成 AI の技術を使ってかなり簡単にできそうになってきているという状態でいろんな方々がそのツールを作っているという状態です。なのであのこの あと数年でデータベースのコンテンツは非常に充実するだろうと考えられるわけですけれどもでそうなった後のデータベースというのは一体誰が使うのかというのと何のためにそのデータベースを今後作って維持していくのかということをちょっと考えないといけないなというフェーズに来ているんじゃないかという話題提供となりままますす、はい、以上ととなりりはいいいありがとうござしした<手>じゃあ次大上さんお願いします。 はい、東京科学大学サイエンス東京の上正人と申しますどうぞよろしくお願いいたします私からは AI で何でも解決できるのかという内容で少しバイオインフォマティクスのお話をさせていただきたいと思いますで私自身はコンピューターサイエンスのバックグラウンドでして研究でずっとバイオインフォマティクスに携わってきましたという人間です2024年の10月から東京科学大学という大学名に変わりましたが皆さんどうぞよろしくお願いいたします それで、えっと、私はバイオミマティクスをやりながらあの要は製薬企業等の,その化合物の探索の問題を最近かなり手がけておりまして、えっとまあ、いわゆる医薬品を作るのは大変ですよね問題をよく最初に取り上げることが多いですで、えっとまあ、こちらに書いてありますように多額のコストもしくはすごく長い年月をかけて医薬品というのは作られますのでそのできるだけ最初の方に、まあ、後に失敗しないような完璧な化合物みたいなものを、まあ、これは理想論なんですけど 提案できると。 あの嬉しいですよねって話で、まあ、そんなあの化合物をどうやって AI もしくは計算技術で作りましょうかねっていう話をまあよくしておりますで、えっと、近年ではあのその薬になりそうな化合物の種類もすごく増えましたあの我々の文脈でこれモダリティって言い方するんですけど例えば低分子ですとかペプチドですとか抗体みたいなそういういろんな分子に対応してえっといろんな組み合わせいろんな考えをあのどん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 適用していきましょうっていう話になりますので、えっと、こうしたのいわゆる基盤モデルみたいな技術ですとかっていう いうのがま広くあの活用できるとまこちらの分野あの制約の分野にとってもとても嬉しいというあの話になります。ただですねあの AI で何でもできるかと言われるとまあ何でもはできないわけですね。で要はあのデータがあればできそうなことはあるんですけど、えっとデータがえっとあっても。 ちちょっとと難しそううなタスクっていうのももちろんんたくさんあるわけですで、えー、とよくある例としてはあのデータがまあ十分にあるように見えて実はあのもっともっと知らない空間がたくさんありますよというケースですね。でまあ、要はあの例えば生物学全て完璧に知ってたとしても、えー、と知らない惑星の生物が仮にいたとしてその写真を見て名前を当ててくださいと言われてもまあ無理なわけですので、えー、とそういったそのデータの量とか多様性ですとかまたそ,のそれらのデータでどういうことが一体できるようになってるんですかっていうそのいわゆる適応 範囲とととかはきちんと考えるる必要があるという話になりますで例えばあの近年の,その情報科学でできそうなことっていうののまあ一つの例にあのまあ皆さんも多分ご存知アルファフォールドがあるわけなんですが、えっと、これはあのプロテインデータバンクなので、えっと、構造生物学によってまあたくさんのタンパクの立体構造が解かれた結果あの気合でどうにか予測できるようになりましたっていうまあ代物になったわけですでまあここに使われているのもまあもちろんその AI 技術ですし、まあ、中身はいわゆるトランスフォーマーであるわけなんですけども あのこうしたそのどういうふうに使ったかというところもやっぱり重要で、例えばそのアルファフォールドのケースでは、えっと、アミノ酸配列の強振化の関係が立体構造とよく相関しますよということが、まあ、従来分かってたので、まあ、それを、えっと、頑張った,たくさんデータとしてかき集めて、えー、さらには真相学習でうまく学習するとうまくいったという、まあ、そういう流れになっているわけで、これは結構あのハッピーな品を利用だったわけです。 たただ、まあ、当然できないこともたくさんありますあの例えばあのよく挙げられるのが化け学の,あの,、まあ、あの活性がすごくあの微細な違いで変わるようなケースとかですねで例えばもうこちらはの環状ペプチドという分子の、えっと、細胞膜を通るか通らないかという実験の結果なんですけど例えばこれあの違い皆さんちょっと見ても分からないかもしれないんですが、まあ、ここだけちょっと違うわけですねでのここの N メチルが入っているだけで、えっと、24倍、えっと、結果が変わりますとか、えっと、こちらなんかはもうあのキラルですね 高学異性体あの D 体と L 体が違うだけで176倍も結果が違いますみたいなケースでこれらはですね例えば仮にあの化学の,あのいわゆるファウンデーションモデルなんかでベクトル化してもきっとこの2つの化合物で隣同士になってるわけですねなのでそのすごく近いデータサンプルでこんだけ違う結果っていうのをどうやって識別しますかっていうのは、まあ、例えば AI とかでもそうだと思うんですけどあの結構永遠の課題的なところがあると思います。 であのこういったものは実はまあ物理現象ですので、まあ、原理が分かっていれば気合で解決できることもありまして、まあ、我々の,あの成果でもあるんですけど、まあ、あ MD で気合であの分子力シミュレーションで気合でシミュレーションしてあの計算すればいいでしょうという話も一つの解としてはあるわけです。これも一つの計算技術になりますが、まあ、ただこれ結構 GPU200 枚ぐらい同時に使ってたりするので、えっと、結構しんどいあの1個のペプチドやるのに10万円ぐらいかかっていて、えっと、これ実験する方が安いじゃんみたいな結論になりますので、えっと、まだまだ、あ まだちょっとあの計算機がもっと進化してくれないのと,、えっと実用的ではないという話もありますし、また AI の分野でも、あのまあ、例えばチャット g p t みたいな技術であの新しい分子どんどんデザインできたらいいですねみたいな話はあるわけなんですけど、まあ、これはまだまだ、これ、ねつ造なんですが、えっと、まだまだあの実現には結構時間がかかりそうだというところもあります。で、あのこれ、最後のスライドなんですが、えっと、できることとできないことを見極めるということは、多分バイオインフマティクス、バイオインフマティシャンにはかなり重要視されるところかなと。 と思いますしあとはあの例えばその牛久先生の NLP や CV の,の AI の専門あの主流の分野からいろんな技術が出てきた時にそれをどうやってあの応用分野に持ってきますかみたいなところもやっぱり重要になってくるかなと思います。またあの二階堂先生がおっしゃってたあのすごく小さな変化っていうのはやっぱりなかなか検出できる。 のが検出するのが難しいということで、まあ、そういうところにあのもっとあの使える技術っていうのはもしかしたらあの必要になってくるんじゃないかなというふうに思っているところです。ということであの、まあ、今後 AI 技術がどういうふうに使われるかという意味合いではあのもっと何かかゆいところに手が届いてほしいなとか、えー、と個人差とか点変異でどうなりますかみたいなところをちゃんと答えられる。 もしくはさらに言うと、まあ、それの予測根拠を言ってくれるようなものが欲しい、でもまあどんなデータがあるとそれができるかというのは、実は誰もあんまりよく分かってなくて、えー、とどうやってえっと考えましょうかというところはすごく課題である、さらにはまあそういうデータ、細かいデータをたくさん集めたら、まだ、あ、今度はあの大量の計算機資源がもっともっと必要になってきますよねという話にもなりますので、まあ、あの計算機センターもどんどんあの大きくしていかなきゃいけないという話にもななるかなと思います、はいえー、と話題提供でした以上にしたいいと思いますありがとうございます。 ありがとうございましたそれでは最後に太田さんお願いしますえ皆さんこんにちは、えー、千葉大学の太田でございます、えー、統合の日おめでとうございます、えー、こういうシンポジウムですねパネルで読んでいただき大変光栄でございます、えー、今日私からの話題提供としましては生成 AI は生命科学の何を変えるのかということでお話をさせていただきたい 簡単に自己紹介ですけれども私今千葉大学の医学研究院の人工知能医学という名前の教室におりましてであの先生 AI もユーザーとしていろいろな目的で使わせていただいておりますでもともとの専門はバイオデータベースオミックスデータの解析のプラットフォームの開発なんかをやっておりましてで千葉大学の前はこちらの会場にもたくさんいらっしゃいますライフサイエンス統合データベースセンターの方で長くお世話になっておりました。でえー まあ今日こういうあのタイトルでですね AI+ すロボティクスすデータベースが変える生命科学ということなので変えることは何か決まっているそうでございますですのでえじゃあ何を変えるんですかっていうことはちゃんとここに書いてあるんでちゃ,のちゃんとそれ言った方がいいんじゃないですかっていうことなんですけれどもえっと今日の朝からいろいろなあの話ありましてあの生成 AI すごいすごい,い皆さん知ってますすごいんですけれどもあの解決する問題いっぱいありますよねっていうこともここでちょっと 起しててきたいなと思ってましてあの一番有名なのはチャット g p t o p e n a i ですけれども OpenAIOpen って言ってるのに全然 Open じゃないというのは私非常に気に入っていませんであの非常に強力なんですけれどもあのバックエンドがこう変わったタイミングとかこちらには分からないわけですねでそういったものに依存して研究をするっていうのはあの非常に透明性またセキュリティ OpenAI、まああの,のサーバーにデータあげなきゃいけない,いやまプロープトっていうかですねデータあげなきゃいけないという意味でまあこういう問題もありますし あの非常に強力な GPU 計算機 V100A100H100 っていうふうにもどんどんパワフルな GPU 出てきてますけれどもじゃあ特定の企業によるそういう計算機のき、えー、と供給が過剰状態なのことはいかがなものかまたそれでもあの、ね、あの非常に電力問題あエネルギー問題非常に叫ばれてますけれどもこんな膨大な電力をあの AI だからって消費していいんですかっていうような問題もあると思ってます。 でそれからあのアプリケーションの話ですけれども応用において、ですね例えば私、あの医学部でいろいろな先生とこういった話をしますとやっぱりその事実誤認であったりとか正確性に関するリスク、えー、と患者さんが使ってなんか嘘言われちゃってっていうのは、まあ、非常に困るわけでございます。 でもっと言いますと、あのじゃあ AI はそのあの午前中にお話がありましたけれども、インストラクションチューニングとかをやるわけなんですけれども、まあ、その人間のこう価値観と AI の価値観っていうものはどこまで本当にちゃんと沿っているんですかみたいな問題提起もちょっと下にあの引用しておりますけれども、いろいろな論文で既に議論が始まっているところでございます。でまあ、やっぱりいろいろ問題はあるわけなんですけれども、じゃあ、あの非常に、えー、他の問題が。 解決したとしても研究の応用の障壁としてはやっぱ出力の正確さかなと思うわけなんですけれどもこれに関してはあの一つあの重要な技術テクニックとしてえとリトリーバルアーゲメンテッドジェネレーションラグというふうに言われますけれどもえこういう技術がえ今盛んに使われておりましてこれは何かというとランゲージモデルに聞いて答えるのではなくて 聞くときにその聞いた質問であったりとかいろいろなそのユーザーの入力に関連する情報をデータベースから取ってきてでその取ってきた情報を一緒にランゲージモデルに与えてあげるそうするとランゲージモデルはそのデータベースから取ってきた情報をもとに出力を生成するので単にモデルの中にエンベドされた重みの情報で出力するよりもより事実に即したデータ出力を出してくれると。 いうふうふに考えられておりますで一般的にはこれはあのよくあの社内文章とかをですねあのベクトルデータベースというふうなものに入れて、えっと、細切れにした文章から関連するチャンクを取ってきて出力するっていうことをやるんですけれどもあの知識グラフでもあのラグは可能であると思っています。 1であの一つ面白いあの話がありましてあのこれ、まあ、有名な「ThinkingFast&Slow」っていうあの日本語だと「ファストスローだったかなっていうあの本がありましてダニエル・カーネマンの本なんですけれども人の思考はあの直感的なシステム1と時間のかかる論理的なシステム2っていう2つのえーとモードの組み合わせによってできているっていうふうに言われていてでこれランゲージモデルはどっちかっていうとあのパターンからえと即座に出力するものなのでシステム1ではないかと。 でじゃあシステム2に当たるのは何かというと今までこうデータベース構築で目指してきたいろいろなこう蓄積されたデータから推論を行うようなものがこのシステム2に当たるのではないかということですね。でこれは有名なあのメラリアえ作詞というものでこれあの矢印の真ん中の線の長さがえとどっちが長いですかみたいな問題で知ってる人は同じって分かるんですけれども知らなかったらというかまあ知っててもあの こっちの方が長いといとうふうに見えちゃうんですねでそのお長く見えちゃうというのはシステム1で同じに見えるというのはシステム2なんですねだからやっぱり間違えてしまうというところを別の情報で保管しているわけなので、まあ、データベースが担うのはその情報の正確性を担保する部分ではないかというふうに思っていますでまあ、えっと、ちょっと時間かかってますけど、えっとまあ、近々まあ生成 AI は原画ごみなくなるだろうと。 ということでじゃあそうすると生命科学の今今のボトルネックの解消にじゃあ必要なものは何かっていうことがいろいろ挙げられるわけなんですけれどもえまあ科学者が必要であるまあえ仮説構築が必要です計測技術を開発するサンプリングをする実験をします論文を出しますでまああの社会から重要に答えてそれに答えるとかいろいろなことがあるんですけれどもまあ AI ロボットデータベースえーまあどれを助けるんですかっていうのを考えなければいけない。 でえーとまあ、そういったいろいろな問題,がある問題であったりそういうあの考えるべきところがある中で私が最後にあのちょっとご提案したいなと思ったのは、まあ、あの将来の生命科学を左右するキーワードとして、まあ、あの観測予測をするということですねあのもう先ほどもあの話ありましたけれども既にあるものはあの AI がなんとかしてくれるでしょうとこれから起きるものはどうするんですかで、まあ、インフラデータの話もありましたでそれからまあプログラム AI の自律性ということですね武井先生過激にというふうに言われましたのであの人間が AI を考て 監督するのか人間が AI に監督されるべきなのかというようなのは、まあ、よくよく考えたほうがよかろうと、そしてあの、まあ、魚 AI の話とかありましたけど、AI 研究者、つよつよ AI 研究者が出てきたときに人間はサイエンスをやらなきゃいけないんですかということですね、やらなくてもいいんじゃないでしょうかということは、まあ、考えていかなければいけないかなと思ってございます。以上になりりまますはいいどううもありがとうございました <laughs>、えー、これであの5人の 先生方から話題提供していただきましたので今のご発表それから午前中のご発表も踏まえまして少しディスカッションをしていきたいと思いますそれであのえっとスライドでいくつかご質問いただいてますけれどもえっとそのそこにすぐあの行くよりですねちょっとその前にこの今ご発表いただいた方々と少しディスカッションを深めたいと思うんですが あの午前中招待講演していただいた高橋先生も入っておられてあの発言される機会もあると聞いておりますので高橋先生も含めていろいろディスカッションを含めてあのしていきたいと思いますがそれで今いろんな観点から、えー、生命科学がどうなろうかどうなっていこうか AI とかロボットがどう貢献するかという話がありましたけれども、えー、っとなかなかあのいろいろ難しい いうことがありますのでもうちょっとシンプルにですね、えっと、先ほど私が申し上げましたように生命科学の どこがどうこれから変わるのか全部のプロセス変わるってこと考えもありますけどもここが一番効率化されるとかここが人間がいらなくなるとかですねそういうことそれからこれから研究者に求められる姿ってどんなものなのかですね研究者は実験はしなくてよくなるのかとかそれこそ仮説は立てなくてよくなるのかとかですねそういう研究者の仕事どう変わっていくのかそのあたりのまずその生命科学の研究プロセスのどこが一番変わりそうか研究者の仕事はどう変わりそうかっていうようなことをですね まずお伺いしてみようかなと思いますけども、えー、こちらから言ってよろしいですか、築さんからじゃあそういうことで一言二言ご説明いただければと思います。はい、ありがとうございます。えー、とムショットやってると似たようなご質問いただくんで、まあ生命科学の現場の科学者の皆さんの営みというよりはちょっと抽象的な答えとして返させていただくと、えー、と二つあると思っていてですね、一つは人間の価値ですね。一つは 高度な抽象化能力だと思ってるんですね生成 AI で面白い仮説が出せるようになりましたという報告があるんですけど基本的には生成 AI が今得意なことっていうのはよく言われるように見たような記述をうまくまた新しい記述に えつなぎ直すことなんですねなのでどこかで見たことがあるような文脈にのっとった新たな別のことっていうのは言えるその中に面白いことはあるのかもしれないんですがそんな新しい概念があるのかそんな見たこともない例えば現象があるのか法則があるのか機状があるのかこういったことを出せるかっていうと難しいということが一つあります。なんでかとというううそそれは例えばそういう 単語の羅列を出していった時にそこに抽象的に別の学術分野と何か知識として融合できるよねアナロジーが効くよねこういったような知識は特に GPT の中にはないからです。でそれぞれはイーブ文に等しい何らかの単語にしか見えてない。でもう一個 人間が得意なことはあのロボットをやっているので、えー、残念ながらというかロボットの研究者としては耳が痛いんですけど人間の方がよっぽど安くて優秀なアクチュエーターだということがあるんですね。なので例えばすごく分かりやすく液体を別の液体の容器に移すとかですねそういうことはもういくらでも自動化できているわけなんですけどちょっと場合によって。 適応的に動かななきゃいけないけちょっと工夫しなきゃいけないってなった瞬間にロボットにとっては非常に面倒くさいそれを頑張って構築すると人間の方が安かったよねってなるっていうことはよくあるんですねでやっぱりそういうふうなちょっとした工夫起点を利かすような安いでも優秀なアクチュエーションとしての人間の魅力というのは残り続けるのかなというふうに思っております私からは以上ですはいいあありがとうじゃ二階堂さんお願いします そうですね、あの私は逆にその生命科学の研究の現場で、まあ、今一番何変わったかって自分で考えてたんですけどやっぱプログラミングをだいぶしなくなったなと思っていて、まあ、多分8割9割ぐらいはもう生成 AI に書いてもらったもので研究してたり。 なんか人の行動を再現するってすごくしんどいと思うんですけど他の人の論文が再現できないっていそれもまあ論文読ませてコードもなんか吐かせてみたいな感じで多少楽にやっぱなってるなっていうところがやあの一番変わってるかなと思います。でバイオファティクスやってる人あのよくなんかどういう解析したらいいか分かんないとか,なんかすごいあの相談受けると思うんですけどまあ多分僕らに聞いてもらうよりもう AI に聞いた方が あの正確にいろいろ教えてくれますよとあと根気よくレスポンス早く教えてくれるので僕にメールして返事待つよりは絶対そっちの方が早いってまあそこはかなりお互いハッピーになったんじゃないかなと思いますでそれがなんで起きたかというとやっぱ言語モデルですよね LLM が まあ、あの出てきたからってことだと思うんですけど、まあ、今後じゃあ生命科学どういうふうになっていくかっていうとその言語じゃなくてゲノムデータそのものを学習し始めると思うので、まあ、そうすると今まで複雑で大変だった実験みたいなものが、まあ、だいぶ減らせて、えー、と AI に聞くだけで実験したかのようなデータが得られてそこで何をするかっていうことになるのかなと思います。でそうすると個個別別のの、まあ、先ほどども申しし上げましたけど個別の えとバイオマティクスのツールとかアルゴリズムの価値が相対的に下がっていく可能性があってバイオマティクスやってる人は何をやるかっていうとまあどうやってデータをこうトークン化させて AI にこう学習させるかとかどうやってそのラーニングさせるかあるいは特定のタスクにえと特化するために最後のレイヤーを変えてファインチューニングするところをどうするかとかまあそういうところをまあ担当するようになるのかなと。 一方で個別のバイオロジカルなその疑問を持って研究している人たちにとってみるとそういうアシストツールがめちゃめちゃたくさん出てくるのですごい幸せな時代がやってくるとでそのインフォマティクスの人はハッピーじゃなくなっていくというそういうようなイメージを持っていますバイオインフォマティシャンは失業するということですか、ね まあ失業というかビッグサイエンスになったので GPU と才能あふれるメンバーをたくさん持っているチームが勝つっていう一人のバイオフマティクスってこうコンピューターが一台あって一人の,そのアイディアがあればできるっていう時代からまあビッグサイそのゲノムサイエンスみたいなそのビッグサイエンスに切り替わったのでそういう人たちと戦うのか戦わないのかっていう形で戦って負ける人は失業するし。 個別のことでえっ、ー、とそういう大きなものに飲み込まれるようなテーマ設定は失業するしていくなくなっていくってことだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ森さんお願いします。はい。はい えっと基本的にはまあ予測できるものは実験はしなくなるだろうなっていうことはありますね。まあ、やっぱり生命科学の実験、まあ、シーケンシングもそうですしいろんな空間オミックスもそうですけどいろんな実験って非常にコストがかかるものなので、まあ、それでまあ基盤モデルとかができ,たできてそれで予測結果が予測できるものであればわざわざあの予測実験はしないっていう方向にはどんどん動いていくとは思うんですけれども、まあ、一方で予測できないような生命現象、まあ、特にあれですよね、まあ、例えば微生物であればまあ 全然よくわからないケイトジュの枝のところからケイトジュ全然よくわか今まで見つかってないような微生物が見つかって新規な形質が記述できましたっていうようなことっていうのはいまだによくある話なのでまあそういうまあ開拓者的な仕事ですよね研究者の中の一つの役割としては今までは生命現象の中では知られてなかった現象を記述したり全然分からなかったような生物を記述するっていう記述メインで今になるんですけれどもそこは非常に今後も重要視されるとは思うんですけれども一方で じゃあ,まあこれはこういう実験すればすぐ結果は分かって、まあ、この基盤モデルに入力すれば、多分こういう結果になりますよねっていうような実験、ルーチンワーク的なことは、もうほとんどやられなくなるんじゃないかなとは思っていますす、はい、ありがとうございます先ほどのご発表で、最後の方でえっで、と、論文からの抽出って話ありましたけれども、あれがうまくいくと、もうアノテータっていう職業はなくなるんですか、それとも今あの、祝、えっと、さんおっしゃったように、結構人間がそのアクチュエーターっていう。 話ももありましたけどもそむしろ逆に重要性が増すっていう感じなんでしょうかですね。今開発したツールであの実際に論文からあの情報を取ってくると実際に我々アノテーターさんが数年かけて蓄積したマニュアルノテーションの結果と比較すると大体正当率は6割から7割なんですよね。で残りじゃあ3割ぐらいのものって何かっていうと本当に人間が高度に判断してこの情報とこの情報っていうのは関連付けられるからここはこういうアノテーションつけられるんじゃないかっていう。 非常に高度な判断をされているので、そこはまだなど2。3割のまあ、34割とて言った方がいいかな。3。4割ぐらいのところは人間がまだやんないといけないことで。まあ、それ今後どん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 割合下がっていくとは思うんですけど、パターン化されて。まだその段階ではないですね。はい、はい、ありがとうございました。それでは。 私はの講演の最後のページでも少しご紹介しましたがあのバイオロジーはまあ間違いなく細分化は進むと思うんですね、まあ、二階堂さんもおっしゃってましたけどもあのよりあの細かい現象とかにあの注力するようになっていくんじゃないかというのはまあその通りかなと思いますでその時にえっにバイオインフマティクスの立場がどう変わるかというと、まあ、大して変わらないんじゃないかと思っていて、まあ、それはあの10年以上前にあのサポートベクターマシンでわれわれがやってたことが今はもうさほど大したこと変わってないですよね とという話と同じで確かにそのチャット GPT みたいな便利な道具とかっていうのはすごく増えてきたんですけどもその便利道具をうまく使える人もしくはその便利道具を使って応用とかを思いつける人とあとはそういった便利道具をコンピュータービジョンですとか NLP とかの分野から あのちょっと輸入してきてあのアレンジして作れる人っていう、まあ、その2つにあのどんどんと、まあ、よりあの分かれていく傾向が強いんじゃないかなと思いますそれはな、まあ、いわゆるその、えー、とゲノム解析の,あのいろんなツールを使いこなせる人と、まあ、いろんなツールを使えあ作れる人っていう、まあ、その二分化されていたところとも結構似てるかなと思いますであのいろんな計算に GPU 必要になってくるんですけど GPU って人間の年収ぐらいあるんですよね 簡単にバンバン変えるものではないというのは事実なので、まああのうんとまあ、いわゆるそのビッグテックとかがあのいろんな基盤モデルとかを作っているという状況は、まあ、今後もますます加速するので、えっと、じゃあ、われわれその時に一体何ができるかなというのは、あの結構深刻な問題ではあるかなと思います。はいいありがとうございましたじゃあ太田さん はい、太田でございます私も生成 AI で何が変わったかっていうのを考えていました一つはあの二階堂さんと同じでプログラミングがもうあのコーパイロットに任せっきりでですねもう本当書かなくなってしまって悲しい限りなんですけどもう一つは文章を書くところと読むところですね。 あのまあ、論,論文のドラフトなんかも,もうこちらが過剰書きでやったものも全部ドーンと作ってもらえるわけですし読むのもそうですねでそうするとこれ何が起きるかっていうのは個人的に考えてるのは、まあ、あの論文を書く、えー、公開するレビューをしてもらうパブリッシュするっていうフローが、えー、となくなって出版社が全部潰れるんじゃないかと私は思ってまして。 で、あの、出しておけば読めるわけですから。で、その正当性も別にマシンが判断してくれるのであれば、別にレビューいらないですよねっていう、あのジャーナルも別にいらないんじゃないですかっていうようなふうに思ってます。で、じゃあ、あの、どんどんそうやって文章に関わるところの時間がどんどん減って、じゃあ、仮に何をするかっていうと、やっぱりその、 今から価値があるのはマシンの中に入ってない新しいデータを作るところだと思うのでやっぱり二階堂さんがやられているような新しい計測技術であったり今まで誰も行ったことがないところにあるサンプルであったりとかそういったそのあの希少価値の高いデータを作る見つける取ってくるっていうところが、まあ、これからは近い10年ではまあメインになるかなと思ってますはいありがとうございましたえっと今のお話を聞きしてるとなんかすごく効率化される た部分がある一方で研究のなんか本質的なところはあんまり研究サイクルだったりですね研究プロセスだったりそこは変わってないのかなというふうにも受け取れるんですけどもあの今日あの高橋光一先生入っておられるはずなんですが高橋先生何か今日午前中お話しいただきましたけど今の,その研究がどう変わっていくのか研究者の仕事はどう変わっていくのか何かご意見ございますでしょうか はい。あの、今、5名のパネリストの方のお話聞いてて、非常に充実した議論だったので、ちょっとこれは自分の出番ないかなと思って油断しました。すみません。<laughs> それで、あの、今のお話につなげて、まあ、もし、あの、私からですね、何か言えることがあるとすると、あの、冒頭でですね、高木先生の方から、まあ、人間の研究者いらなくなるのかっていう話と、データベースいらなくなるのかっていう話があったんですけども、 まあこの二つって同じ構造なのかなというふうになことを考えながら聞いてました。というのかどういうことかというと、えーまあ、人間のやることがなくなるかっていうのはですね、だからあのもう人間の人類の歴史もう何万年も前からあるわけですけども、新しい技術が出るたびにですね、それを使ってどんどん便利になっていくと、今まで手作業でやってたことを、まあ、それはまあ道具だったり機械に任せて、まあ、もうちょっとこう、なんていうんですかね、それを使いこなすところ、 に、まあ、スキルセットっていうのが移行してきたっていうことがあるので、まあ、AI が出てきた、生成 AI が出てきたとしてもですね、今まで手作業でやっていた作業が、まあ、一部自動化されるけども、えー、例えば研究の計画を立てるとか、えーまああの、それから一番大事なところとしてはですね、何を研究するか決める。何を研究するか決めるっていうのは価値判断なので、これは間しかできないわけですよね。そういったところも最終的,最終的にです、ね、残っていくんじゃないかなと。 というのは、まあ、ちょっと哲学的な話をすると、えー、科学って結局何やってるかっていうと、この非常に複雑なこの世界ですよね、この仕組みを、僕らの限られた容量の人間の脳の構造があるわけですけども、えー、人間の認知能力でこう、えー、理解できる形で記述するということなので、つまり人間しか何が分かりやすくて、何が分かりやすくないかということは判断できないわけですね。 えー、ですから、その人間のに憧れてなくならないと。で、そういうその話とですね、えー、データベース必要なのかどうかって、まあ、もしかしたらこの後に話題取ってい、えー、るのかもしれないんですが、先走りしてしまうんですけども、えー、データベースも同じことだと思っていて、えっ、ー、と、今までは、その、例えば、あの、遺伝子の機能であるとか、えー、分子の種類であるとか、そういったところのデータベースを、まあ、 あの、一生懸命バイオハマリティクスで分野を作ってきたわけですけども、まあ、それをベースにですね、まあ、もう一つ上のレベルで、えー、まあ、蓄積するべきですね、データというのは、もうどんどん出てくるわけですので、この役割ってなくならないと思うんですね。で具体的な話としては、私が午前中したようにですね、えー、実験のデータです実験、どんな実験をして、どんな結果出てきたか。 これは今までロボットがなかったので手作業だとあー、なかなかネタベースも残らないし、再現性もないので、これデータベース化難しかったわけですけども、そういうものをデータベース化できるようになっていくし、あるいは仮説とかですね。 研究計画とかですね。まあ、そういったところの上のレイヤーのその、まあ階層的にですね、えー、のデータというものは必ず出てくるので、で、そのためには下のレイヤーの分子の機能であるとか、えー、まあそういったところのデータ,データベースというものを基礎としてですね、成り立っていくわけですので、まあ、積み上がっていくだけだと思うんですよね。えー、というようなことを考えてました。で、その時にやっぱり、 大事になってくるのは、あの、まあ、さっきアノテーションの話とかメタデータの話、何名かの方がですね、あの口にされてましたけども、そこが非常に大事かなと思っていて、えー、自動化できるかどうかはそこにかかってると思うんですよ。午前中の、えー、実験ロボットがあるから実験のデータベース化ができるという話は、実験ロボットがいて、それが AI で制御されているので、えー、メタデータをですね、その場で、えー、生成あの、正確なものがせあの生成できます。 なので、データベース化というものができるようになってきますという構造になっているので、えっ、ー、と、それができるところは、どん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 その、えー、自動化が進んでいくでしょうし、えー、これまでもですね、実験データのデータベース化っていうのは、いろんなところが試してきてきてるんですけども、なかなかできてないのは、えー、人間の研究者にメタデータをですね、あの、ちゃんとデータを整形して生データくださいと、それを人が処理してですね、デメタデータを付与して、データベースに取り組む。そこのところのですね、UI、UX のところがなかなか えー、ストリームラインされなかったので難しかったと、えー、いうことなのかなと。なのでそのあたりのところがですね非常にあのむつ、えー、あの本質的な議論でまあ今日いらっしゃっている方のうちはですねあの何年かはですねあのそのあたりをご専門にされているのでまあそのあたりのごご意見をですね伺ってみたいかなというふうに思いました。こんなところではい、乾杯ください。どうもありがとうございました。はい、えっとそれではあのここで一旦あの、えー フロアといいましょうか、スライドからのご質問に切り替えてみたいと思いますけれども、えっと、スライドでいくつか頂い,いてますけれども、大部分は今、お答えされたことだと思います。なので、1つ、2つはありますけれども、えっと、せっかくですので、ここにフロア、あの現地にいらっしゃる方、どなたかご質問というか、ご意見とかございませんでしょうか。遠慮なくどうぞ あどうぞデビシスの川島ですちょっと二階堂先生のお話の中で9割の時間プログラミングをする時間が減ったというお話がありましたけどもすでにプログラミングができる方だったらそのご利益は得られると思うんですけど全く勉強してこなかった人は多分バグが入ったコードが出てきても多分気づかないまま使っちゃったりすると思うんですね。だからら今ここにおられる方はめちゃくちゃゃく 享受できると思うんですけど全く初学者の方に関してはどういうふうに付き合えばいいのかなっていうとこはちょっと思ったんですけどじゃあ,あの便利なツールが出てくると基本的にその全ての人が幸せになるわけじゃなくて格差が広がるっていうことがまあ往々にしてあると思うんですけど、まあ、LLM とか生成 AI に関してもそういう傾向になっていくのかなと思います。 でまずはそのプログラミングそのものを知らなければ生成 AI が言ってきてることをその理解できないしどう聞いたらいいか分からないっていう、まあ、そういう技術的な問題もありますしあとそのプログラミングってこうステレオタイプですけど人とコミュニケーション苦手でオタクでコンピューターに向かってあの自分で勉強してってそういう人が得意だったんですけど生成 AI って。 はコミュニケーションを求めるのでコミュニケーション得意な人の方がその学習速度は速い可能性があるその AI がどういうふうに考えるかどういうふうにレスポンスするか想像して問い合わせられる人それってまあ人とのコミュニケーションするのとあんま変わらないスキルが必要でそれそのプログラミング得意なステロタイプの人とちょっとイメージ違うようなスキルの人が必要にそのスキルが必要になってる感じがします。でまあ、学生の指導とかしててもあの 聞く力力ががが強強いい人人疑問を持つ力が強い人がやっぱりそういう人はプログラミングは最初下手でも l l m にバグがあったらこういうバグが出たんですけどとか相談するのはすごく得意で,で僕もわざとあの間違えるだろうなっていうようなそのシングルセル r n ンシーケンスの解析のいろいろなその難しいポイントを が避けられるかっていうのをその試してみたんですけど、ちゃんと聞くとそういうところなんか超えてくるんですよね。で、なんかこの処理は何でするのかっていう背景をその教えてくれない人の場合は聞かないと教えてくれなくて、その暗黙知としてもう常識だと思ってるから、その理由の別にやり方だけ教えるんですけど、なんかそこに疑問に思って AI に聞くとちゃんとその理由を答えてくれたりするので、そういう 疑問を持てる人にとってみると、すごい、なんか。上手に使える。だから、スキルのレベルよりは、コミュニケーションのレベルで。なんか決まっているような気がします。だそういう場合は。プログラミングはある程度下手でも。その成長の速度がめちゃめちゃ早い可能性があるかなっていう。まあ、その実感の話ですけど、そういう考えてます。あ、ありがとうございました。なんか。新しいタイプの教育が必要になるのかもしれないですね。 あの、今の件でもう一人どなたか何かご意見ございませんでしょうか。大江さんとかいかがでしょうか？この件で。あの、私は学部でプログラミングを最初に学ぶ学生さんの教育とかもするんですけど、あのプログラミング教育はあの？ 教員の目からすするとと多分やりにくくななったんだろうなと思います要はあのカンニングとまでは言わないけど聞いたら答えが出ちゃうかなというケースですね。で、えっと、要はあのプログラミングを習得しましたっていうのをどうやって辞任するかっていうのは結構難しくなってきてるかもしれなくて、えっと、チャット GPT に聞いて雰囲気で答え出てきた Python のコードとか C 言語のコードとかを理解したつもりになっていて。 るんだけど実は理解できてないなみたいな状態に結構陥りやすい状況になったんじゃない時代になっちゃったんじゃないかなと思っていてその意味ではあのまあ どううやっっっっててて教育すればいいかっていいいいかととのははちょっとまあ考えななななきゃいけない時代にる思までただあの便利道具であることは間違いなくてあのさっきも二階堂さんがおっしゃったように、まあ、コミュニケーションでこれなんか結果違うんだけどとかって言ったらなんか適当にパラパラとまた行動直してくれたりチャット GPT とかもできますのでその意味ではあの明らかにその使いこなせる人は確かにあの、まあ、よくいろんなことがあの手が早く進むようになっているんじゃないかなとは思います。 はいありっとよろしいでしょうかあの教育は非常に重要かなと思っておりましてで我々の皆社会のロボティックバジージプロジェクトで慶応大学でロボット実験の授業をやってますであの会場にもい,らいる、えー、と尾崎先生ですねあの中心にあの、えー、この授業を組み立ててるんですけども でその時にですね、あのこだわったのが、まあ、その京大学の学部長にです、ね、あの直接話して、まあ、学部の1年生から取れる授業で、かつ実習でやりたいと。なぜかというと、その実験というものをですね、その最初にこの触れた、あのこの前、去年まで高校生だった学生がですね、最初にピペットを持つときに、えーうん、持つ前にですね、持つ前にもうロボットに実験させるっていうロボットネイティブを育てたかったんですね。でそういう授業をやってまして。 多分世界初なんですけども、でそこでですね、あの教える側もですね、非常にあの得たですね、重要な知見としてですね、その学生が学ぶことの本質は何かと考えると、ロボットのプログラミングとか、えー、いうことももちろん大事なんですが、そうじゃなくて、人間とロボットの身体性の違いなんですよ。つまり人間がこのピペッティングするときに、まあ、例えばこういう操作だと早くできるか、でも間違えると。 でもロボットだと,、えー、と同じ操作をあのひ、えー、正確に早くやることは得意なんだけども、えー、ちょっとトラブルが起きると人間ならすぐ修正できるところをロボットは修正できない。とかなぜかというとセンサーがです、ね、充実してないからですよね。えー、でそ,のそういう形でですね、先ほどの話に戻すと AI が得意なことと人間が得意なことを うまく組み合わせることによって、えーまあ、非常に生産的なですね、その関係性というのを結び、えー、結べると思うんですけども、そのために、えー ええー、まあそのまあ人間と AI の違いあるいは人間との身体性とロボットの身体性の違いみたいなところをきちんと認識するというところをですねやっていくとまあ多分次世代としてですね本当にもうーあの AI ネイティブロボットネイティブというものが出てきてまあサイエンスを変えてくれるんじゃないかもうそういうようなことをですね我々の回転としてあの思っておりますはいすみません横やりを入れてしまいました,ましたえっとそれではですねあのちょっとここであのスライドから出たい質問で これ二階堂先生と牛久先生に答えていただきたいんですけど二階堂先生、AI が見た,ことの見たことがないデータを持つことの重要性には深く同意します、具体的にはどのようなデータを念頭に置いているのか、ご教示くださいというご質問です、でこれは、まあ、あのロボットの利用ということも関係しますので牛久先生にもお答えいただこうと思っています。はいは ここがその僕のここ数年のなんか重要な部分というかその研究で重要視している部分でえっとまあ先ほどちょっとスライドでも出したんですけどあのいろんな遺伝子がどのぐらい研究されているかっていう統計を取ると G2 係数っていうものでどれだけその特定の遺伝子に集中しているかっていうのは定量できるんですけど。 まあ、すごい偏ってて例えばアポイとか CD4 とかブラックワンツの研究しか人類ほとんどしてないんですよつまり AI はインターネットの情報を学ぶのでそういう情報しか見たことがないっていう状態になってるわけですでまああと例えば失敗したデータですよね何か薬をかけて効きませんでしたっていうデータはほとんどインターネットに落ちてないっていう状態ですでそうするとその AI っていうのはそれは多分人類も一緒で、えー、と偏ったそのデータしか見てなくていろんなことをしようとしてるっていう状態になってるわけですなので、えー、と無作為な実験っていうのが今後非常に重要になってくると思っていてゲノムサイエンスって無作為なデータをいっぱい取るの得意であったはずなんですよね人ゲノム決めてもなどんな意味があるかよくわからないけどとにかく決めてみようと。 CDNA たくさんシーケンスしてみようとかそういってやってきたわけですねでそれと同じようにいろいろなその、えー、と個体とか細胞とかをいろいろなシチュエーションにおいてでオミックスデータをとにかく無作為にいっぱい取るそうすることで、えー、と絶対に人類が実験しようと思わないようなこと例えば細胞に細胞透過性のない薬をかけて r n ンセックしますって学生が研究提案したら絶対ダメって言うじゃないですか。 でもそれで細胞に入らないっていう常識を AI が学ぶにはそのデータが必要になるわけですよだけどそんな勇気は人類にはないとであればロボットとかスクリーニングとかでたくさんデータを取るしかないと思っていて AI が見たことない人間も見たことないデータっていうのはとにかくそういう無作為なその実験によってしか取れないと思ってるとで一方でロボットで効率的にその実験をしようっていうアイデアも あると思うんですよねでそれは能動的に狙っていいところの実験していこうっていう考えなんですけどそうするとますますすするんですよねなのでロボット化っていうもので能動的にデータを狙って取るためにはやっぱ無作為のいろんな失敗のデータとかそういったものが必要になると。でそれを取るためには、えー、と,とにかくいろんな接動で全遺伝子規模の計測を今までの 倍倍も1000倍も取らないとのでそういうデータを取ったりそういう計測技術を作るっていうところが今すごく重要でその AI にとってみるとそういうデータが湧き出す、まあ、僕データ油田っていう言葉を使うんですけど、まあ、そういうデータを湧き出すところを抑えるっていうのがその AI こういう基盤モデルの時代に非常に重要で。 そ,そここそが研究のすべてのなんか源になる可能性があるので、まあ、そういったものを持った人が強いそういうものを持った国が強い,、まあ、そ,ういうそういうものを持った研究組織が強いっていうことになっていくんじゃないかなと思っていますなので無、まあ、作為にいろんなものを取るっていうことが大事だというふうなことを思っているということですでそのためには節度の種類モダリティって言葉が出てきましたけど中分子、小分子、抗体、いろいろなもの 細胞の種類オルガノイドとか材料をたくさん取るいろんな人種でデータを取るでそれをいろんな計測技術で取るっていうそれが重要だっていうふうに思ってますはいありがとうございましたしあの、えー、っと今無作為にっていう話があったんですけどあまりにもでも探索空間広すぎませんかそれで無作為にやって無作為と言いながら何か方向性というかあの絞り込みというかその辺りのことっていうのは この後ちょっと大塚先生にもお聞きしますすけどそで計測のボトルネックとかよよそのバジェットのキャップっていうのがあるのでもちろん完全な無作為っていうのは難しいとは思うんですけど、まあ、それはそのある程度化合物構造をクラスタリングしといてあの程度なこの効率的なライブラリーの中でなるべく振るとか、まあ、そういった工夫はもちろんあの実務的には必要なんじゃないかなとは思います。 はいえー、と私もまずその自律的にデータを実験しながら貯めていくそこはある程度無作為に行うべきだっていうことには同意するんですねでそういうふうな探索をするっていう話以外の要素としては人間とのインタラクションだと思っている。 っていうのが結論になりますでそれは何かというと先ほどの話で例えばラボの先生にこういうことをやろうと思いますって言った時に例えば人間同士だとそこの言語的なやり取りだけでああこういうことをやっちゃいけないんだこういうふうな論文にはあんまり書いてないけど、まあ、ルールとか法則があるんだっていうことをそうやって研究者同士のコミュニケーションで学び取るわけですね。でそれはウェブを見ても書いてないわけです。 そういったようなことを実際に人間からのフィードバックによって AI ロボットサイエンティストの見習いみたいなやつがですね学び取っていくっていうことがより未知のところを効率的に探索していく上で土台になると思っています。でこれは何も AI 的なその思考のところだけではなくてロボットでも同様だと思っています。 やっぱりその人間の方が先ほど申し上げたように簡単にこういうふうに動けばいいんだよっていうことを習得できる状況にある中でじゃあその動きを多様な、まあ、視覚的にとかその人の力学的なフィードバックとかっていうのをロボット自身も学び取りながらあもちろんあの身体性異なるんですけどこういうふうにやっていくといいんだなと。 いうことを学習できるようなそういうロボットの学習技術っていうのが必要になるなと思っていてでもう一つ今 AI とロボットそれぞれが直接的に動く時のフィードバックっていうことを話したんですけど最近ですね GPT 使ってる方で こんななんかすごいプロのプロンプトみたいななかなかといろんなこと書いてあるこういうプロンプト入れるとすごい能力の高い返答が返ってきますよみたいなのを聞くんだけどそんなプロンプト自分には打てないよっていうことがまああると思うんですね私もあんまりそういう長いプロンプトを打つの好きじゃないんですけど そうすると何が出てくるかというとプロンプトジェネレーターというのが出てくるんですね要するに人間はもう短い言葉しか言えないんだけどただその時にプロンプトとしてこんぐらい入れてあげるとこの人の意図通りに動くよみたいな別の仕組みが出てくるっていうふうにおそらくですねこれから先の AI やロボットをいかにそうやって使いこなせる人がいてそこから えー、うまく使いこなす術でそれは場合によってはあー AI がそんなに生成 AI に長いプロンプトを打てないとかあるいはロボットにそんな詳細な指示与えられないっていう人でももうちょっと抽象的な指示だけでうまく間を翻訳してくれてプロンプトを作ってくれるとかロボットに詳細な指示を与えられるとかそういったようなフィードバックを与えられるような仕組みっていうのが出てくるはずなんですね。 そういうメタな意味でもフィードバックというのが必要になるのかなと思っております。はい、ありがとうございました。えー、っと。あの前半あと一つだけ、あのディスカッションして次にデータベースに移りたいと思いますけどもえー、今いただいた質問で、えー、っと新ギュラリティについてどう考えますか？という難しい質問があるんですが、まあ、これはこれで皆さんあのご意見があれば伺いたいんですが、それとは別に先ほどから出ているように。まあ、将来の生命科学を。 まあロボットなり AI で変えていく時にどの辺りが一番ボトルネックになるのかというようなことで先ほどあの医療に関してはあの基礎生物だったら問題ないけど医療に関しては倫理面とかさまざまなことがあるという話が太田さんからもありましたのでまずその辺り太田さんとしてそのシンギレタラリティそれからそのどこを変えていかいどこがボトルネックになって本当に医療例えば医療現場では使えないのかとかですねその辺りからお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか はいえー、とシンギュラリティフラリティー持ってなかったですけど <laughs> えとま,まずじゃあ先にボトルネックの方から、えー、と行かせていただきたいと思いますけれどもいろいろなボトルネックがあるんじゃないかっていう話を私の方でしたんですがやっぱり一番はお金なんじゃないかなと思うんですね。でえー、とやっぱりあの、まあ 仮に AI があろうがなかろうがあの研究をしようというモチベーションに、えー、となることの一つがもう皆さん COVID-19 ではあの分かったと思うんですけど社会的なあの需要であったりとかっていうのがあるとやっぱそこに資金が投入されてでそのために皆さんあの薬を作ったりとか機場を解明したりとかっていう研究をするわけですよね。でこれれかかららやっぱりあの、まあ、超高齢化化社会少子化、えー、とそあの抗生剤のがないスーパー 体制菌の話とかやっぱりもうこれからも来るっていうふうに分かっている新たな感染症とかそういったいろんなものに対してこうやっぱりその需要が生まれそこにお金がついてだから研究者はそれを研究するっていうふうな流れはやっぱり度々来るんじゃないのかなというふうに思っています。でだから言うと逆にその まあ資金を持っている国であったりとかまあ企業であったりとかがこれをやるべきだというふうなところがやっぱり一番来るんであのお金がないところはやっぱりお金がないのが難しいというふうになるんじゃないかなと思ってます。あのシンガリティはあのコメントなくても全然構いませんがそれから今の話でねあのいわゆるそのあの伊藤総括とも話して公共データベースを充実していけばそれこそあんまりお金のないラボでも研究ができるようになるんじゃないかというまあパラダイムもあると思うんですが。 もうそれはダメってことですかダメっていうかそういうういいスキームはもう成り立たな先ほど二階堂さんからもお金が必要だって話があったと思いますけどもそれでいうと本当にそれううこそ二階堂さんからも言われてましたけれどもあのやっぱこう研究の効率化というかパブリックなデータとかを使ってインフォマティックスだけでラップトップだけでできるような研究っていうことのスピードが上がった結果多分公共データベースにが充実するよ と同時にそれを使ってやる研究のスピードも上がるので先にやりきっちゃうと思うんですよねでパブリックデタにやっぱりだからデータを増やすっていうことがその AI によって加速した研究のスピードを上回らないとやっぱりデータベースがあるからこうやってリズムでに研究ができるよねっていう風な話にはならないと思うんですよねもうやることなくなっちゃったねじゃあ新しいデータを誰かが出すのを待ってなきゃいけないよねっていう風な話になってしまうことをちょっと私は思ってます。 どういう観点でもシングュラリティででももボトルネックでも何かっというか、まあ、あのいわゆる強い AI の話は、まあ、ちょっと私専門じゃないんであんまりあの答えられないんですけどあの、まあ、普通にその AI ベースでできた道具っていうのはもうあのバイオロジーの,せあの研究者の皆さんは多分普通に使えって。 l レベルだと思ってますよね。きっとあのまあ,あのいわゆるアルファフォールド2みたいな話なんですけど。 あの、もう今多分メソッドにアルファフォールド2。使って立体構造予測して、えっと構造上のえっとメカニズム議論しました。とか書いてもまあ、リジェクトされないと思うので、まあ、その意味ではもう多分信頼されていると思うんですね。その意味ではあのまあ、ai まあ、いわゆる機械学習だから、ちょっと予測精度心配だよね。みたいな道具ももちろんあるとは思うんですけど、えっとかなりいろんなところでえっと。 まあ人間が信頼して使える使ってまああの日常的に普通にあの議論の中で組み込んでるみたいな状況になっているっていう意味合いではあのまあそれがもう少し発展すると普通にそのシングラリティっていうものにたどり着くんじゃないかみたいな気はしているというところですかねはいありがとうございましたそれじゃあ森さん何かコメントございますかまあシングルティの場合 AGI については多分 AGI がまあ開発 されないだろうううと思う人はもうだいぶ少なくなってきていると思いますので、まあ、AGI はいずれできるだろうというのはあると思いますでシングル IT っていうのはちょっと難しいところなんですけども、まあ、そこは今後の展開を見回りましょうという多分誰も予想できていないというところだと思いますので今の,そのボトルネックは何か先ほどのアノテーションもこのままいけばそ,、ね、そのなんていうかいずれ人間がいらなくなるっていう感じなんでしょうか,それともなんかどこかにこう その乗り越えられない壁みたいなのありそうだっていう感じはあるんでしょうか結局そのアノテーションやんなきゃいけなかった理由っていうのは元の記述している研究者がちゃんと記述してくれなかったことが原因なのでそこがあのちゃんときれいなデータだけになっていればアノテーションはする必要はないんですよね本来は。なのでそこをまずきれいにするっていう過去の遺産過去のあ,のあれをなんとかするっていうことをしたあとはもっと別の研究をやっていこうという感じだと思います。 AGI でもシンギュラリティでもボトルネックで,何でも結構ですが何かそうですね難しい問題ですけどもまあ AGI がシンギュラリティかわからないですけどまあななんかその手のものが来た時に、まあ、何が困るかって言ったら研究楽しい僕らが研究続けていけるかっていう、まあ、そこだけで議論すると。 そう,です、ね、うーんなんかいろんな考え方があると思うんですけど、まあ、別にラボメンバーにめちゃめちゃ賢い人がいてでなんかいろんなことできる人とかいるわけですよね。でそういうのが1人増え AI っていう形で身の回りにいてなんか生活変わるかって言われると変わんない気もするんですよね。なすごいいい仲間ができたみたいな形で。 それで終わっててしまうっていうっいの一か楽観的であの影響が少なないい考え方かなと思いま,すでまあ影響を大きく考えるとそういうやつらばっかりで勝手にサインス始めたら僕らどうすんのっていう話でまあでも海外にすごいチームとかいてそういうやつらがなんかどんどん CNS の論文いっぱい書いていいなと思いながら見てるのとじゃあ何が違うんだろうみたいな。 だから、まあ、自分らもなんかそういうツール使って研究もしていくけどなんかなんていうかある程度感染に回る部分ってあると思うんですよね自分の研究分野じゃないところで研究が行われてるでなんか面白そうだなっていうのをなんていうか感染スポーツを感染するように見,見ている分野って多分あると思うんですけどまあ科学全体がそうなるかもしれないのかなとは思っていて。 まあそれはそれでいいんじゃないかなと思ってて僕ら今自然を見て研究あの自然科学やってるのがその見る先が AI の中の自然っていうのを見てそこ AI が見つけたものが本当に,に人類として納得できる発見なのかっていうのを AI に向かって研究していくっていうまあそういう AI を観測者として見るっていうようなサイエンスに変わっていくと。でその時に一番困るのはそれで僕らマネタイズしたり 食っってていけるのかってことなのかかこととなな思うんですよねで論文で評価されててポジションがついて給料もらっててでそういうものが AI で行われてたら研究者にお金をあげる必要ないって考える人は増えると思うんですねだからやっぱりサイエンスだけじゃなくて社会の問題を解決しないといけないいいとけ AI によって暇になった分感染に回れる分何かやっぱ社会の問題を解決することにもう少し力を注がないと。 研究者の価値みたいなのは、えっ、ー、と相対的に薄まっていくんじゃないかと。でもう一つの考え方は、その AI が賢い理由はいろんなデータを見たからですよね。そうすると、AI が何か問題を解決したり提案するときに、一番重要だったデータは何だったのかっていうことが、もしかしたら定量的にわかるかもしれないと。そしたらデータを出した人が一番偉いと。じゃあそういう人たちにオープン AI はお金をあげましょうと。 でその代わり学習データに使わせてくださいってなると論文でで評価されるる必要はもうなくなくんですよね。このデータエントリー出した人は誰ですかっていうのがなんか、えー、とハッシュ値か何かであの暗号資産みたいに伝わっていけばじゃあオープン AI が直接お金をあげるんでこれで続きの研究したりデータ出してくださいっていう、まあ、そういう世界観もありえるのかなと思っていてやっぱなんかデータを作る人の相対的な価値が上がる。 それは、えー、と正しくそのデータベース化した人っていうのも計測した人だけじゃなくてちゃんと AI が学習して意味があったデータベースエントリーを作った人が評価されるのかもしれないのでそういう意味で言うとデータベースは今後なんかすごく面白くなっていく重要性が増していく可能性はあるんじゃないかなっていうふうに 思っていいまますす以上ですはい、ありがとうございました今あの、データを出した人っていうことロボットがデータを出したらそのロボットにデータを出すように指示した人が偉いということになるってことですかそういうことですね、電気代かかるし、試<あ>役代もかかるので <laughs> あの、後ろに人間がいるとは思いじゃあ、福田さん、お願いします。 はい、えー、時間もないのと多分、まあ、たまには尖ったことが出てきた方がいいのかなと思うので端的に尖ったことを申し上げると例えば科学研究のための AI とか、まあ、こういった AGI 的なことの議論は意味はあるんだと思ってるんですけどそういった前提がない何々のためのがない AGI やシンギュラリティの議論に意味がないと思っております以上です。 はい、ありがとうございました。えー、っと、これで終わればいいんですけど、ちょっとデータベースの話題もあと少しして終わりたいと思います。あ,のあと、予定では残り時間6、7分なんですけれども、あの時間は5分、10分延びても大丈夫だというふうにあらかじめ聞いておりますので、あの10分、あるいは15分ほどあとお付き合いいただければと思います。それではあのデータベースの話題に少し入りますけれども。 あのこれまでもだいぶ議論がありましたけれどもそのデータベースの重要性なりどういうデータベースが必要なのかこれまでとは違うのかあの私さっきあの冒頭に申し上げましたけど量の問題なのか質の問題なのかあるいはもう少しまとめた知識ベースみたいなのが必要だって議論もありましたけどそのあたりのことはしかもそのデータベースの利用者っての AI なのか研究者なのかいろいろロボットなのかってありましたしその逆に作る 立場から言うとどういう風うにこれからデータベースは人間が作るんじゃなくてどういう風うに作っていくのかなかそのあたりのデータベースに関して少しコメントをいただければと思いますけれどもよろしいでしょうかじゃあこちらから先生からお願いしますありがとうございますあの途中のスライドのあのスライドスライドのご質問でも AI とデータベースどっちの使い こなし能力どちらを使える能力の方が今後必要になるのでしょうかみたいなご質問もあってで私自身はデータベースの研究者ではないということをまず前提としてあのなんでデータベースと AI どっちかっていうことになるのかなというのがその素朴に疑問でございましたということで多分どっちかだけを不可分に選択するということができなくなっていくんじゃないのかなと思います。 でまあ、データベースだったりデータレイクだったりみたいな形でデータベースの概念も変わっていくし AI としてデータベースがない AI っていうのもありえないわけですね今の AI の形その第3次 AI ブーム以降に出てきているような、まあ、第2次ブームもデータベース使ってますけどそういうふうな AI を使いこなす上ではデー,タベースも使うデータベースを使っていくっていう中では AI も使うことになるということでおそらく今までのようなその決まりきったデータベースとしての設計っていうところのハードルがどんどん緩和されていってお互いに例えばデータレイクのようにいろんなデータがとりあえず雑多に入っているっていうだけでも AI としては例えば LLM に知識を入れていくみたいなことはどんどんできるしそこからラグベースで根拠を伴った回答を行うっていうこともできるわけですねなのでおそらくまたそこはどんどん融和していって形を変えていくんじゃないかなと思っております以上ですえっと一つご質問データライクみたいなものだけで十分ということでもないんですよ、ね、そこは難しいですねうん、うん、目的によると思っていますじゃあ二階堂さんお願いします はい、あの繰り返しにはなるんですけどその基盤モデルとか AI の時代に相対的にやっぱデータの価値っていうのはどんどん上がっていくとで、まあ、それをストレージするデータベースっていうのは、まあ、同じようにやっぱり価値が上がっていくんじゃないかなと思いますだからそもそも今 AILLM、まあ、に限って言いますと LLM のサービスは海外のものですし GPU も NVIDIA の海外のもの で同じようにサイエンスの現場にそのサイエンスデータのえーと基盤モデルが出てきたえときにサービスも海外製で計測技術イルミナのシーケンサーとかそういうのかって試薬も海外製でもうぜぜじゃあ何やるんですか日本はみたいな話になると思うんですよね。も、まあ、も海外のもので でただ日本には DDBJ とか DBCLSPDBJ アジアの拠点としてデータベースをやってきた実績がありますしその隣に DDBJ スパコンがいてすぐ巨大な計算ができると、まあ、残念ながら今 GPU はないのでそういうのを国としてサポートしていくべきだとは個人的には思ってるんですけどもそういう、まあ、有利な点もあるとでそういう背景で、まあ、やっぱりその AI レディーな形でデータを例えばえと変換して持っとくとかえと利用できるようにしていくとかえとその基盤モデルの出力のリファレンスとしてデータベースがちゃんと活躍するとかまあそういったところにまあ生き残るその部分があるのかなというふうには思ってるのでどちらかというと必要だと思ってる派っていう感じです以上です。 はい、じゃあ森さんお願いします私はデータベースを開発している人間でもありデータベースを作っている人間でもあるのでデータベースは今後すごく重要になっていくとは思うんですがただ今今我々が接して我々が開発しているようなデータベースっていうのとは違ったものにどんどんなっていくだろうなとは思っていますでまあインターフェースだけには話していってもほとんどのデータベースってまだキーワード検索をしていると思うんですけれども多くの開発者の人たちもキーワード検索を が最良のインターーフェースだとは思ってないい方も多いと思うんですよねでキーワードって情報が欠落しているので遺伝子 ID とかに入力されても結局その遺伝子について何が知りたいかっていう情報っていうのはその後のユーザーインターフェースでの絞り込み検索とかあとプラスの情報がない限りは特定できないので情報としては不足しているので。 ただそのキーワード検索をしなきゃいけなかった理由っていうのは昔のデータベースの構造だったりクエリ言語とかの問題だったわけですけどもそれが LLM だったり生成 AI とかのことでまあだいぶ緩和して文章だったりロジックとして入力できるようになってきているのでデータベースの検索のやり方っていうのも全然変わっ人間がデータベースを検索するやり方も変わるでしょうし当然 AI のエージェントが検索していくやり方っていうのは全然変わってくるでしょうからまあ一次デポジトリもそうですし二次データベースもそうですけどもデータの置き方だったり じゃあデータベースとしてどういう形で構築して公開していけばあの今後使われるデータベースになるのかっていうのもだいぶ変わっていくだろうなとは考えていますはいありがとうございます先生お願いします、はい、あのデータベースって結構そのいろんな生命科学の研究で、まあ、必須のものにはなってると思うんですけどもあの研究を進めるっていう文脈でいえばデータベースはもっとその次の研究をあのレコメンドしてくれるような存在になってくれるといいなというふうには思います。例えば あのまあ、こういう話はさっきの,その AI の探索とかの話ともすごく似てると思うんですけど例えばこの生物学のデータベースがあって。 えと次にあの今データベースの中にはこういう領域のデータが全然ないのでこの辺の領域のデータを次取った人はあの論文書きやすいですよとかなんかそういうことをあのもうデータベースのツールの中から提案してくれるみたいなことっていうのが多分今の技術だったら普通にできると思うのであのそういう道具として便利なものっていう方向に、えー、と進化していく。 まあ多分それが統合データベースなんじゃないかなと思うんですけどあの期待しようというところがまず一つあります。もう一つはあのもちろんその今言ったことを実現するためにも、まあ、いろんなデータをちゃんと取り込めるようにするという意味であの、まあ、AI に優しいデータベースみたいな方向性は一つあるかなと思います。であのそっちの方にも例えばいわゆる能動学習と呼ばれるようなあの次どういうデータを取ってきたらあのモデルがよ,より強化されますかみたいなところを、まあ、理論立ててあの考える技術もありますので、まあ そういったところが組み込まれて、あのまあ、そっちはそっちで、まあ、次こういうデータを取ると、あの全体の性能が上がりますよねっていうふうに、た、まあ、多分ロボティックスとかと相性がとても良いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう方向に進んでいくんじゃないかなというふうに思っていますす以上です、はい、太田さんは統合データベースに携わってきた経験もおありですが、何かコメントございますか、はいえー、すごいきついふりが参りましたですね。 あのですねあの今石工さんの言われていたあの AI とデータベースは不可分だろうとそこをあえて分けるのはっていうことであの私聞いてたら本当にそうだなと思ったんですけれどもたくさんデータがあってそれを何らかの形で格納して人間,人間じゃなくてもいいんですけどユーザーがクライアントがそれに問い合わせをして何か出力を出すっていう構造で考えたら AI もデーータベースなんですよね学習データがたくさんあってそれがリレーショナルなテーブルに入ってるのかグラフに入ってるのか ということであってそれがベクトルの畳み込みで全部こうあのモデルになってるでそれに対してこうクエリの代わりにあのプロンプトを入れて出力を得るっていう意味では AI もデータベースなのであのそこを分ける意味はないですし。 これはおそらく過去の統合の日シンポジウムだったと思うんですが高木先生があの生命科学の究極の目的はデータベース作りであるというふうにおっしゃられたのは非常に私は感銘を受けたんですけれどもあの今そうなっているんですよねみんなこうデータを出してで AI を作ってでその AI から新しい知識を引き出すみたいなことをしているので結局それも同じトラックに乗っているなというふうに思っていてデータベースがいらなくなるかと言われるとデータベースが AI と呼ばれているようになっているんじゃないかと思ってございます。 以上でございま、はい、ままます。す、えー。す。はい、いいいいいととめてててただだありりがううござもぶ時間来おろいろ質問フォームからもいただいているんですが、ちょっとあの、えー、時間がなくてあの、すいません、割愛させていただきますがあの、せっかくここにフロアにいらっしゃるので、一言言いたいという方が何人もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、あともう2、3分、4、5分使って、えー、っとフロアからご意見を伺いたいと思いますけどどなたかいらっしゃらないですか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 あ筑波大の尾崎と申しますあコメントででいいんですかいないまああのパネリストの皆さん方の話の中に出てきたんですけど多分その、まあ、AI とか、まあ、データベースとかあとは、えー、とバイオインフォマティクスのえっ、ー、とだったり、まあ、生命科学のいろんな分野があると思うんですけどなんかその分野だったり、えー、と役割分担っていうのがどんどんこう 今まで当たり前だと思ってたものがどんどんこう溶、えー、けていくというか、えー、と再定義されていくのかなと思います。例えばバイオインフォだと,、えー、と当たり前のように、えー、とバイオインフォーマティシャンはツー,ルツールを作るバイオインフォーマティシャンは自分はここまでやるけどここにきれいきれいなデータを入れるのは、えー、とユーザーの仕事ですって言ったり、まあ、あと実験自動化のロボットでもロボットを作ってる人は、えー、とこ例えば、えー、と実験をするロボットの えっと、この部分に、えっと、プレートを置くのは人間の仕事ですっていうふうに、えっと、開発の、まあ、いろんな、えっと、コストとかがあるのでどうしてもスコープをこう定義するってところから始めてるんですけど、えっとまあ、LLM だったり、えっと、いろんな AI が出てきたことでそこのスコープを、えっと、確定しなくても、えっと、どっちかがどっちかに合わせるっていうことがどんどんしやすくなってるのかなと思います。でえっと、なので,多分であの 大家さんがおっしゃ、大木さんだって、太田さんがおっしゃってたように。えっと、今までデータベースって思っていた。とか、データ、あ、逆にデータベースを作る側が。データベースを作るっていうのは、ここまでをやることなんだって思ってたことが、もっと拡大。したり、まあ、拡大するのは当たり前だよねっていうふうになってくるのかなとは、ちょっと思っています。で、あとは。えっと、科学の文脈で言うと。なですかね、えっと、今まで、その、まあ。 コストがどうしてもかかるので自分の研究のスコープはここまでだってやってたんですけど LLM っていうあの何を聞いても起こらないあのちょっとした別の分野の専門家みたいなのが隣にいると学際研究とか分野横断研究とかあとは生命科学ですと海藻横断研究みたいなのがむしろこれからしやすくなるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます。はい、コメントでししたた、はい、ありがとうございました えっと時間ですがもうお一人ぐらいお受けしたいと思いますがいかがでしょうか DBCLS の片山ですえー、っと今日の議論を聞いてても思うのはすごくサイエンスに関するデータに対するアクセシビリティは上がってるし LLM に聞いたらたくさん論文読まなくてもサマリーを教えてくれるようになってるとなので私たちは本当に知りたいことは何なのかということにすごく時間が使える時代がやっと来てるなという実感があってで今日あの展示ブースで あの人体が動くやつやっててまだ見てない方いらっしゃると思うんですけどそこにはゲノムの情報人の遺伝子タンパク質の立体構造バリアントいろんな情報を。 今データベースにあるもの全部まとめて出してますし、説明は LLM に作らせてます、ぜひ体験してくださいで、これに私たちはこういう病気の原因を知りたいんだけどって投げかけたときに、何がまだデータベースや LLM で答えられないのかということを一緒にディスカッションにできれば、あの今、今回の議論になったロボット実験から次何やるべきかまで一緒にお話できるんじゃないかと思いますので、まだ6時過ぎまで展示してますので、ぜひお越しいただければと思います。はいいありがとうございました はよろしいでしょうか。はい。じゃあこれで最後にしたいと思いますが、はい。えっと東京科学大学のッツシカン研究所の川越です。えっと私はまだ学生なんですけれども、いろいろと言われ、えっと今回話されていて結局そのえっと AI が出てきたとしても。 えとプログラミング自体をその自分が知っていなければうまく使いこなせないですしロボットが実験してくれるとしてもその実験を実際に自分が行ったことがないとロボットがどこで失敗してるのかとかもわからないと思いますしそういうそ,のそう,いう,うにその学生がその何を中心に学ぶべきかというところでご意見がある方はお伺いしたいなと思います。の AI の仕組みを とかその AI の使い方っていうのにリソースを抑えた方がいいのかそれともその実験だったりとか AI の仕組みとかそういうところにあのその基礎の方に時間を抑えた方がいいのかとかその辺のご意見がある方は伺いたいです。<laughs> 基礎の勉強はあのしておいた方が良いです。で要はあの電卓の中身を知らなくても電卓は使えるんですけどあの中身を知っておいた方が安心ですよねっていう話と。 また次便利なとこを自分でじゃあ作りたいと思った時に何をすればよいかっていうのはあの確実に分かるようになりますのであのいわゆるあの統計的機械学習の勉強とかっていうのはあのしておいて損はないと思いますただまあ昔の本がもう古いのでみたいな話はよくあるのであの勉強の仕方っていうのは時代とともに少しずつ変わっていますしまあプログラミングについても多分同じだと思うのであのまああのチャット GPT に聞いたらあのいろいろ分かるっていう話もありますのでまあその意味ではあの あの今のあの道具をうまく使うとあのそのなんだえっと学習のあのあのトラックのコースはあのすごく早く進めるんじゃないかなというふうに思います。よろしいでしょうか。はいありがとうございました。はい、えっと質問フォームにもいくつかいただいてるんですけどちょっとあのさすがにあのもう10分過ぎましたので。 これにて終了ししたたいいいとと思まますあの、えー、とパネリストの皆さんどううもありがとうございましたあの私、最初に申し上げましたように、議論をまとめることはしませんので、皆さん、それぞれのご意見を感じ取っていただければというふうに思います。あの私としてはもう少し過激なこともあるかなと思ったので、皆さん、やっぱり再編ですと、非常にあの真面目にお答えになられたので、思ったほど関激にならなかったなというのが。 あの良かったような反省のような気持ちでございますそれじゃあ,あのこれにてあのパネルディスカッション終了していただいてますありがとうございました